皆さんこんにちは。みなです。たかです。IT ブログでーす。はい、というわけで周り見て分かる通りドイツにやってきました。分かんねえか、これじゃ。今ね、ドイツのミュンヘンにやってまいりました。ちょうどね、ブラジルから飛行機でロンドン経由で飛んできたんだけど、まあトータル1日ぐらいかかりましたよ。しかも安い飛行機だから狭いし、しかも10時間飛行機乗ったんだけど、飲み物もご飯も出ませんでした。はい、というわけでね、ドイツやってきて、ちょうど昨日はね、まあ、家族とゆっくり時間を過ごして、今日何しますか？私の大学のマッチに行くの。はい、というわけで今ね、駅にいます。電車がないね。あーあるね。電車でミュンヘンから4時間ぐらい、田舎なのかな、の方まで行きます。ちなみにここのミュンヘンのセントラルステーション、めちゃめちゃでかい。もう今止まってる電車だけで10台ぐらいある。これってさ、基本こっから出発する電車は全部新幹線みたいな速いやつ？あ、在来線の遅いやつもあるの。来ましたね。何？こういう感じの席？すごいね。そうなんだ。なんかボックスの中に6人掛けの個室だね。あ、違うわ。個室の奥には普通の席もある。どっち？こっち。71、72。ここだね。はい、ということで今ね、あんま大きな声出せないですけど、電車の中入ってきました。で、席ね、こんな感じです。4人席で、真ん中にテーブルがあって、なんで知らない人と一緒に、まあ、テーブルをシェアする感じです。まあ、って言ってもね、海外なのでね、すぐ仲良くなるので気まずい感じにはならないですっていう感じで、ここからで1回確かどっかで乗り換えがあるらしいので、ということで朝ごはんのパン買ったので、お腹すいた、飲み物とパン食って行きたいと思います。3時間も短い。はい、ということで今ね、町に着きました。街の名前は何？わかりません。どこにいて何をしてるのかよくわかってないんだけど、レナの大学時代からのお友達のお家にね、今日から3日間泊めてもらうことになってるので、ちょっと今日夜飲みに行くから、もしかしたら紹介できるかもしれないし。で、この町はどこですか今？ルートヴィクスハーヘン。ルートヴィクスハーヘンっていう町、何が有名なの？これはドイツで一番綺麗じゃない町。ドイツで一番ブサイクな町。そうです。ドイツのイメージする綺麗な建物とかが全くなくて、貧乏な人とか外国人とかお金がない人がここに住んでるから。ちょっと周り見せますね、どんな街かっていう。普通の日本人の感覚からしたら別に綺麗だけどね。で、今からどこ行くの？この街は見ないの？ライン川を渡って、はいはい、隣のマンハイムという街を見る。で、そのマンハイムっていうのはレナを通ってた大学がある街？違う。違うんかい。ここが私が通ってた大学の街。なるほど。ただここは見ることがないから。マンハイムっていう一個隣にある。レナはよく大学時代通ってたの、その街に？あー、でもない。でもないんかい。何のゆかりも縁もねえじゃん。まあ、とりあえずそのマンハイムっていう街をちょっとブラッとしに行きたいと思います。で、今ね、このトラムの駅に来ました。トラムって言ってもなんかね、見た目地下鉄の駅みたいになってるけど、トラムがここに入ってきて乗っていきます。行きましょう。これがライン川です。ライン川だよね。ライン川だよ。ああ、ドイツの街が悪いということが2つのことで分かった。何？1個が、ケバップのスタンドの量が多い。シーシャーラウンジのが多い。なるほど、それ分かりやすい指標だね。そう、街中にケバブ屋さんとシーシャって分かるかな、日本人の人。水タバコのお店が多い街は治安が悪いというか、レベルが低い。レベルが低い。ドイツ人からのティップスでした。今マンハイムに着いて、今からマンハイムのお城に行く。
ヨーロッパで2個目でかい、バロックカッスル、1個目がフランスのめっちゃ有名なベルサイ城。あ、ベルサイ宮殿。何っていうお城？マンハイムお城。何に使われてるの？今は大学です。なるほど。はい、今ね、マンハイムの街のちょうど中心なのかな、広場があって、あ、いた中心までやってきたら、まさかの日本の提灯を見つけました。酒って書いてあるから居酒屋なのかな、はい、ちょっとカフェ行きますか。ヨーロッパのカフェ、ドイツのカフェに行きましょう。なんか広々としてていい感じだけどね。こんな感じよ。これ真ん中は多分トラムが走る線路がありますね。で、両サイドにショッピングストリートだね。奥にはなんか見えるよ。何あれ？ウォータータワー。ウォータータワー。ウォータータワーらしいです。ちょっとウォータータワー意味わかんないけど。トラム走ってきたね。しかも暖かくていいね。今日天気もいいし、気温もね、25度から30度の間ぐらいかな。すごく気持ちいい日ですね。で、街中歩いてるとみんな、なんかオープンカフェでコーヒー飲んでたり、まあ、ビールを飲んでたりね、ドイツ人なんでね、昼ですけどビールですよ。めちゃめちゃいいね。やっぱヨーロッパ街並みが綺麗だからね、歩いてて気持ちいいよね。歩いてるだけでなんかすごいね、なんでもない街なんだけどね。ここにもオープンカフェあるしね。あ、この辺のカフェに入る。OK。 はい、ということで、もう本当に道路の歩道の横にあるオープンカフェだね。オープンカフェにちょっと入る。うわ、うまそう。めっちゃ美味しそうなの食べてる。見てみんな、これデザートがアートみたいになってるよ。すごいね、メニュー。おー、これも美味しそう。アイスカフェ。あ、アイスカフェ7ユーロ。だからこれ7ユーロですね。まあでも日本と変わんないね、物価は。はい、高いですね。はい、パスタを食べることにしました。はい、パスタです。嘘です。アイスクリームです。それスパゲティアイスというマンハイこのカフェで生まれた、バニラアイスにいちごソースと、ココナッツのフレークを乗せたパスタに見える。見た目パスタだよね、本当に。トマトベースの味かな。みんな見てこれ、よく見るとバニラアイスの中心にね、ホイップクリームが入ってる。だからホイップクリーム、その上にバニラアイス、その上にいちごのソース。まあもう半分以上食べちゃったんですけど、めっちゃ美味しいです。ちなみに値段 7.5 ユーロ。1000円する？1ユーロ130円くらい。ああ、じゃあ本当に1000円弱だね。高いね、確かに。まあ、ドイツの物価です。そんなもんです。でも美味しい。はい、ということで今ね、友達が合流しました。ってなわけで、こっからちょっとビアガーデンに行ってビールを飲みます。もう今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ここです。いい感じです。今ちなみにね、6時半なんだけど、周りめっちゃ明るいっす。今のね、ドイツの時期は10時ぐらいまでずっと明るい感じです。明日はレナの大学に行って、夏祭り、大学の夏祭りに参加するので、まあ、ドイツの学校とかね、ドイツの大学に興味がある人は次の動画もチェックしてみてください。てなわけで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。学ぶ人が来る。日本語と韓国語が学べる。キャンパスの中を入ってきました。早速